皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。で、あんた何その格好？いや、メインチャンネルで被っていたやつなんだけど。そやみりゃわかるけど、ここは近現代史のチャンネルなのよ。いや、どの時代でも日本の心を忘れないようにと。確かに、外国に日本の文化だと紹介しておきながら、当の日本人は和服を着ることがほとんどない昨今、そういうのはとても大事だと思うわ。そうだよな、日本人は自国の文化をもっと誇るべきなんだよな。そう、でもね、そう言ってはそうで外国に出て行って、結局は洋装に転じた明治の偉人がいるわ。誰だっけ、聞いたことあるよな、それ。あ、岩倉具視だっけ、公家出身の。そう、岩倉ほどの人物でも、それまでの価値観が180度変わるほど、当時の日本と列強の間には文明に差があったのよ。なるほど、当時は一刻も早く不平等条約を解消しなければならなかった時代だし。そのためには、まず入り口からでも文明国に見せる必要があったってわけだ。そう、日本を植民地化から守り、世界の市場に売って出ようとしていた明治初期の日本では、まず外国を知ることから始めなければならなかった。うん、やっぱりイメージは大事だよな。見た目はともかく、中身は日本を忘れないぜ。はいはい、その前に引きこもりを卒業して、ちゃんと義務を果たしましょうね。古本、というわけで、今日のお題はこちら。岩倉使節団。教科書でも必ず取り上げられているから、聞いたことのある方も多いかと思います。右大臣岩倉具視を大使として、当時の政府の主だった人物で結成された使節団だよな。そう、一般的にこの使節は、欧米の進んだ文化をつぶさに視察するとともに、幕末に幕府が結んだ、いわゆる不平等条約の改定交渉を含んだ、新国家日本の紹介という目的で行われたと言われている事業よね。一年半にもわたって、アメリカやヨーロッパ各国を視察して回ったけど、差したる結果も得られず、批判も多かった。うん、この使節団は、当時の政府首脳や官僚、留学生を含む、総勢107名で臨み、近代日本の舵取りに大きな影響を与えた、中世の遣唐使にも引けを取らないほど影響のあった国家事業であったんだけど、諸問題山積みの時期に、政府の主だった首脳が退去して国を開け、主目的であった条約解消の糸口さえつかめなかったことから、金だけ使った物見遊山だとして、当時から批判が多かった。結果的にそれらが西郷ら国内組との対立を生んで、それが後に西南戦争につながったわけだからな。というわけでこの岩倉使節団、後の歴史に与えた影響力の割に歴史的関心が低いのよね。どうしてだろう。まあ今の時代にこんなことを国家事業でやったら、野党が黙っていないだろうけど。この使節団は、もう歴史的にも結果がわかっている事象なのにな。まあその辺を推察するに。これがこの使節団の主だったメンバーよ。右から大久保、岩倉、木戸と、後ろは誰だっけ？後ろは後の初代総理大臣の伊藤博文と、佐賀出身の山口久義ね。いやはやすごいメンバーなんだけど、この使節団が出発したのが明治4年だろ。それって、武力によって強引に廃藩置県を断行した年であったよな。そんなきな臭い時期に、よくこれだけの人材が海外に行けたよな。そこなのよ。まあ、ご存知の通り、当時の新政府の主要メンバーが出国したことにより、残った面々による行政府を俗に留守政府、と呼ぶわよね。西郷を中心としたメンバーだよな。使節団出発前、岩倉らはこの残留する面々に対し、18か条の誓約書を交わし、留守中勝手なことをしないよう、取り決めを交わしているの。勝手なことをって、今みたいにテレビ会議ができる環境と違うだろうし、時代は激動の明治だぜ。案の定西郷ら留守政府は、使節団出発後、学制の整備や徴兵令の制定、基礎改正など、重要な改革を積極的に行った。っていうか、明治初期の改革の主だったことはこの留守政府によって行われていたんだな。この前やった鉄道の開通式もこの時期に執り行われているし。
結果的に使節団帰国後、人事をめぐる問題と、西郷隆盛の嫌韓問題をめぐって大久保らと対立が激化し、それが元で明治6年の政変に至ることになるわ。まあ、結果はどうあれ日本人は西郷びいき。大久保は、後に佐賀の乱で伊藤新平を処刑し、西南戦争で西郷を模試に追いやった極めて冷徹な人物としてしか見られていない側面があるからな。うん、その辺がこの使節団がいまいち歴史的に関心を持って見られない、一つの要因になっているところなのよね。まあ、歴史的人物にこんなことを言うのはどうかと思うけど、少なくとも大久保、伊藤に関しては功罪相半ばする、言ってみれば不人気な人物なんだよな。この使節団の仕掛け人は、一説には佐賀の大隈重信だと言われているけど、誰がどのようにこの人選を決めたのかははっきりしていないの。留守政府の中心となった西郷も、当初は派遣が予定されていて、本人も乗り気であったというから。まあ、自らが最前線に立って維新を成し遂げた、維新第一世代とも言える奴らは、みんな一度は外国を見てみたがってたんだろうけど、かといって全員というわけにはいかないからな。そうね、条約の改定交渉だけなら、何も首脳陣がまとめていく必要はなかったんだろうし。海外を視察するなら、廃藩置県を成し遂げたこの時期しかないっていう、並々ならぬ熱意が込められてのことだったのはその規模が物語っているわよね。子女の教育にも力を入れようと、60人近くの留学生、徳光田梅子ら5人の少女が渡米したのも、この使節団だったよな。1871年、明治4年、陰暦で11月12日、横浜を出発した104名の一行は、12月6日、最初の目的国、アメリカのサンフランシスコに無事到着する。サンフランシスコは当時人口15万人、ゴールドラッシュで急速に発展した、ある意味西洋の最前線基地とも言える場所でした。ここで一行は初めて西洋文明の洗礼を受けることになるんだな。ピカピカに磨き上げられた大理石、機械で昇降するエレベーター、蛇口をひねれば無尽蔵に出てくる水などなど。これら当時の日本にはない先進の文明に、一行が度肝を抜かれたのは想像に難くないわよね。まあでも、これらはこれから行く先々で当たり前となる光景なんだよな。一行はこのサンフランシスコで大歓迎を受けるの。ここで催された式典で、伊藤が日の丸スピーチとして世に有名な、英語の演説を行っている。要は日本は未開で野蛮な島国ではなく、長い歴史を持つ精神的に進んだ国で、今や欧米に匹敵する力を持つべく、文明開化に努力している国家であることを、世界に高らかに宣言する内容なんだよな。そう、この伊藤のスピーチを聞いた民衆は歓声を上げて称えたと言われている。日本人が初めて海外で英語で演説したのがこれだったんだから、本当に歴史的出来事だったんだよな。幸先の良いスタートを切った一行は、アメリカでの最大の目的地、ワシントンに向けて大陸横断鉄道で移動をするんだけど、しかし時期は冬、ここでかなり足止めを食ってしまったようね。なんだか先が思いやられるけど、通常7日間の行程を、1ヶ月かけてワシントンに移動した一行は、使節団最大の目標であった条約改定交渉に臨むの。しかし、これは初手からつまずきます。それはわかっているけど、でも、あれだけ歓迎を受けたんだし、少しくらいは成果があったんだろう。うん、この初手というのは、外交の基本中の基本、国家元首の全権委任状の提示を使節団が怠っていたからなの。これは、外務大臣など国家を代表することが明らかであれば提示する必要はないんだけど、当時の一行には外務卿は不在だし、いくら大久保岩倉が総理大臣のような存在でも、外国相手にはそうはいかないわ。元首、つまりは天皇のそれってことか。うん、まあアメリカは日本の外交的未熟さを見越して、初っ端からきついジャブを食らわせてきたことになるわね。ジャブっていうより必殺のアッパーカットに感じるんだけど。まあ、一応アメリカも大久保と伊藤が一時帰国を指定任状を得るという前提に交渉に応じ、試合にはなるんだけど。当然甘くはないか。アメリカ側も情報をちらつかせながらも、それ以上の見返りを要求する。そりゃ良くも悪くもアメリカだもんな。あの長州の桂小五郎こと、木戸孝允も、
たった一週間で諦め、交渉は失敗だったって述べているくらいだし。つまりまあ、最初の交渉国アメリカの時点で、大勢決したってことなんだな。そうね、正直このアメリカでの交渉始めが、囲碁の使節団の性質を決定づけたと言ってもいいわね。囲碁どこの国に行っても交渉は難航するに至ったからな。使節団は観光メインの視察団ということになってしまうのか。そう、話し合いが膠着状態となる中、一行は様々な場所に文明見学をしている。まあ、委任状を取りに行っている二人が戻るまで相当時間があるからな。大蔵省、特許庁、スミソニアン研究所や各種学校などを視察し、夏になるとニューヨークやナイアガラの滝にまで足を伸ばしたというエピソードまであるわ。こりゃ物見遊山と言われても仕方のないところではあるけど、日本に帰った伊藤たちは無事委任状を取れたのか。まあこれがこれで、当時の外務卿の副島種臣の猛反対を受けてしまう。あれだけの使節団を出しておいて、なんで今更反対。第一は出発前に決めた協定違反だからでしょうね。あの勝手に重要事を決めないってやつか。うん、まあ国内問題山積みの時に物見遊山に出かけた連中に、陛下の委任状など渡せんというのが正直な気持ちだとは思うんだけど、さすがにアメリカから舞い戻った二人の顔を潰すわけにもいかず、留守政府としてもしぶしぶ委任状を認めるわ。こんなところが国内組と国外組の空気の差なんだよな。だから外国に足元を見られたとも感じるんだけどさ。さて、思わぬ足止めで、アメリカ滞在は7ヶ月という長期になってしまう。滞在が長くなったのはいいけど、お金はどうしていたの？うん、当時のレートで1ドル1円というのが相場であったんだけど、50万ドルくらいは用意していったと伝えられている。江戸時代に流通していた1両が1円とされたわけだから、50万ドルって言うと、うん、まあ当時のお米のレートで言えば、20万石くらい。大体国家予算の100分の1に相当する巨費よね。100分の1って、今で言えば1兆円くらいか。国家の役人が1兆円持って海外に出かけて、何の外交的成果も得られないんでは批判も起こるわな。1872年、明治5年7月3日、使節はアメリカのボストンからイギリスのリバプールに向けて出航。10日間の平穏な航海の後、7月13日には無事リバプール港に到着、翌14日には首都ロンドンに入る。ロンドンは当時人口325万人。内外には縦横無尽に鉄道が走っており、すでに地下鉄も開業していた。当時のロンドンは産業的にも経済的にも、まさに世界の首都だからな。ここを見ないでどこを見るって感じだよな。そうね、当時のイギリスは大英帝国の栄光の頂点にあって、まさに世界一の強国だったわ。ここでも一行の第一の目的は条約改定交渉と、そしてビクトリア女王への謁見だったんだけど、アメリカでの滞在が伸びたことから、あいにく女王は休暇中。これをチャンスとばかりに一行は視察に精を出すの。まあ、結局それしかないからな。たまたま休暇で帰国していた駐日大使、ハリー・パークスの案内で、イギリス各地を見学することになる。一行はロンドンを皮切りに、グラスゴー、エジンバラ、ニューカッスル、ブラッドフォード、バーミンガムなど、イギリス中を約40日かけて視察。紡績や鉄道などの各種工場、造船所や海軍や陸軍の施設、行政機関などをつぶさに見物し、イギリスという国の国体、不況のからくりである産業革命の何かを学んだのよ。都市だけではなく、離れた地方を見るってことは、その国の実情を知る上で最も重要なことだからな。そして再びロンドンに戻った一行は、無事にビクトリア女王に拝謁。それが済むと、4ヶ月間滞在したイギリスを離れます。一行が次に向かった国、それが芸術の都、パリです。3カ国目はフランスだな。この頃になると、使節団は大使の岩倉以下、ロンドンであつらえた様相に身を包み、すっかり西洋化した姿になっていました。当初かたくなに和装を通していた岩倉だけど、長い外国暮らしの中、西洋化せざる得なかったわけか。うん、アメリカイギリスと渡り、条約改定の不可能さを悟った岩倉は、日本が野蛮ではないというアピールにのみ重点を置かざるを得なかった中での、
苦渋の決断だった、ということかしら。何も持たない日本という国が、列強と同じ土俵に立つには、同じ西洋の文化を吸収せざるを得ないっていうのが彼らの答えだったということなんだよな。さて、このパリは当時人口が180万人、ロンドンにはその人口と映画で一歩譲るものの、その優雅さは比べるべくもなく、まさにヨーロッパ文明の礼都にふさわしい芸術の都でした。なるほど、で、このフランスでも視察に勤しむんだな。うん、もちろんパリではロンドンと同じで軍事、行政、教育、生産工場といった国家の拠点などをつぶさに巡るんだけど、イギリスと明らかに違うのは、工業中心ではなく、手工芸的な施設を多く回っているのが特徴よね。まあ芸術の都だし、それに国家の繁栄といっても工業以外も様々にあるもんな。うん、フランスはヨーロッパの中でも肥沃な大地が多い国で、農業大国の側面もあったのよね。なるほど、伝統工芸がたくさんあって、農業国である日本も、学ぶべきは英米だけではないんだというのがここで初めてわかったわけだな。2ヶ月でフランスを後にした一行は、その後ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、オーストリアを矢継ぎ早に訪問。パリまで来れれば、ヨーロッパ各国を見るのに差したる時間もかからないからな。うん、これには英米靴が開花しすぎていて、とても日本には届かないから、他をしっかり見ておこうという目論みもあったということかしらね。彼らはヨーロッパの各国各都市を見学する上で、欧州というものが、過去幾たびもの戦争を繰り返して成り立っていることに、改めて気づくの。そりゃまあ日本もそうだったしな。この中で特筆すべきはドイツね。ドイツという国は、このつい数年前までに20いくつかの両方国家に分かれていたものを、ようやくプロイセン主導で統一したという新興国家でした。まあ、廃藩置県をしたばっかりの日本と似たところがあるよな。当然工業化や文化面でも英仏に遅れていると言わざるを得ず。後の工業大国ドイツも、まさに歩み始めたばかりの時期だったのよね。そのドイツ統一の立役者であった宰相ビスマルクは一向にこう言ったとされる。世界は表面上は親睦を保っているように見えても、所詮は弱肉強食であり、強き者が弱き者を侮るというのが実情であると。各地で熱狂的に迎えられていたとはいえ、所詮日本なんてのは東洋の弱国。吹けばすぐに飛ばされるっていうのをまざまざと感じさせられた出来事だったんだな。そうね、単に欧米列強と一口に言っても、序列はあり、その秩序を保っているのは経済力、そして軍事力であるというのを、一行はひしひしと感じ取ったでしょうね。日本もほんの数年前までは、最大の経済力と軍事力を持つ徳川にひれ伏して、国家が成り立っていたんだからな。そうね、一行はスイスを最後に帰路につき、明治6年7月20日、マルセイユより日本に向けて出航するんだけど、その帰路、シンガポールやベトナム、香港や上海などの列強のアジアの各拠点も視察しているの。なるほど、そこで見たものは。うん、改めて列強にいいように搾取される、アジアの実情を目の当たりにしたってことなのよね。まあそうだろうな。使節団の多くは数年前までは武士であり、軍事力がいかにものを言うかは骨身に染みてわかっている人たちだったわけだし。まあ、良くも悪くもこの視察を経て、天皇を中心とした国体と富国強兵という、近代日本の骨組みが構想されていくことになるのよね。イギリスは複数の王国同士が複雑なバランスで成り立っている連合だし、フランスの共和制は自由主義すぎて争いが絶えない。国の仕組みの多くをイギリスを参考にしながらも、肝心の憲法や国体はドイツを範としたのは必然だったのかもしれないな。明治6年9月13日、一行は1年9ヶ月ぶりに祖国日本の土を踏みます。632日という時間、欧米の様々な先進文明を体験してきた面々が、漏れなく感嘆の声を上げたのが、その日本の美しさであったといいます。104名の人員を率い、12カ国、120の都市や村落を訪れ、西洋文明のあらゆる分野をつぶさに見聞するという、かつてない大使節を無事帰国させたのです。使節への国内の評判はすこぶる悪く、華やかな2年前の出航時とは違い、誠にわびしい出迎えであったという。
この施設の成否は歴史が物語るところですが、百聞は一見にしかず、それを国家規模で如実に体現したのが、この大事業だったということではないのでしょうか。といったところで今回は終わります。アメリカで大歓迎を受けて、これはいけると遺産で臨んだ交渉が、あっけないほど序盤ではしごを外されて、その後はまあ言ってみれば視察旅行であり、国民に物見遊山と揶揄されても仕方のないことではあるけど、停滞失敗はあったけど、得るものも大きかったというのが結論かな。うん、まあ日本で海外旅行が一般的になってまだほんの40年ほどだから、飛行機のない当時は、実際に海外に行くというのは時間もお金もかかる至難の業だったのよ。そんな中で国の官僚だけではなく、若い学生や女性にまで機会を与えたこの事業は、先見性があったことだとは思うけどな。そうね、まあ世間の批判はともかくとして、使節団に随行した久米国武はこう総括しているの。日本と欧米の差はその産業革命後の40年にあるのであり、その映画は、歴史からするとわずかな期間に過ぎないということなのよ。つまりまあその40年を埋めるべく必死になるしかないと。うん、まあ勤勉な日本人のことだから、その差もすぐに埋まるだろうっていう感じで考えていての感想じゃないかしら。ただ、中央の政治を預かる者はそうは考えない、か。大久保らが帰国してみると、出国前に結んだ誓約は、留守政府首脳によってすっかり保護にされ、様々な改革が行われた後だったの。重要な案件は外遊に出ていた面々が帰国してから決めようという取り決めだったよな。見てきたものとそうでないものとはどうしても埋まりがたい溝が生じるのは世の必定。無二の親友であったはずの大久保と西郷の間に、大きな意見の食い違いが生じるわ。西郷が勝手に進めていた、いわゆる政官論についてだっけ？大久保は岩倉らの帰国を待って、巻き返しに着手。いわゆる明治6年の政変を起こして、西郷らを追放するの。その結果が各地で起こった士族の反乱、そして西南戦争か。そう、この使節団派遣が、西郷失脚の原因とその後の騒乱の原因を作ったと見るならば、やはり世間からは白い目で見られるのはしょうがないとは思うんだけど。まあ、歴史なんてその見方次第でどのようにでも変わるからな。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見ご要望、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけますと大変励みになります。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。